皆さんこんばんは。はい、今日はですね、リボンヘアのやり方をやりたい、説明したいと思います。じゃあと思うので、ここで見せておいた方がいいかもしれない。なんかこうやって絡まんないように、ここ泥棒みたいにしとけばいいと思います。はい、とりあえずね、ここにやればね、絶対絡まんないから大丈夫。よし。チャップリンみたい。はい。これは、まあいいとして、とりあえずやりますね。はい。で、これをですね、この全部をこっちに持ってきます。本当に。持ってきますよ。ここから見た人は、これなんだろうって思ってるかな。これあれですよ。ここから見た人は、前をちゃんと見てくださいね。下りわかんないかな。ただこうやってやってる人みたいになってるからね。はい。こんな感じです。前髪がちょっと危ういというか、一緒になっちゃうかなって思ったりする人は、やっぱり前髪もちゃんと押さえておいた方がいいと思います。結構リボンを目立たせたいっていう人は、あれですね。で、ここです。こうして、ここをですね、こんな感じで、はい。大きく持ってきてください。ここポイントです。あ、息ができない。おお、できた。はぁ、あ。はい、ここまで持ってきます。そして、ここからですね、必要なもの、増えます。これを、二つに分けます。なので、これ、鏡用意してください。鏡用意して、この自分の中でね、ちゃんとこうやって見てあげてください。そして、待ってくださいね。見える、ところで。はい、こんな感じです。で、ここから割ります。こうやって割りますね。割って、で、ここの後ろに余った毛があるじゃないですか。その子をこうやって前に持ってきます。こうやってね、持ってきます。感じです。で、今度ここですよ。これだけでも別にいいんだけどね。今度は、ここをちょっと開きます。こうですね。こうやって開きます。で、アクアピンで止めます。本当は、ヘアスプレーとかやって、固めてあげた方がいいんだけど、でも私の髪硬いので、全然 OK。はい。そしたら、またこう。こんな感じで、あ、はい、ちょっと今日本当になんか5分でやっちゃったのであれなんですけど、ここね、いつもちゃんとこうやって止めてあげて、こんな感じです。はい。で、最後に溶かして。ここがね、邪魔な。おう。はい。お、すっきりした。で、はい。溶かしますね。ちょっとメガネ取ります。はい。はい。以上です。やってみてください。では、また、更新します。